ブルネーの大モスク本項目では、ブルネーのイスラム教について記述する。マレー主義、イスラム国教、王政用語を掲げる立憲君主制のため、総人口の64%はムスリムである。そのうち、イスラム法学ではスンナ派、シャーフィー学派を信奉するマレー系が大勢を占めるが、他には、ケガヤン族や中国人の回収者が挙げられる。14世紀末に、 マレー系のアラクベタタール王がイスラム教に改修し、初代スルタンもハマトに着くと同教が導入。スルタンは監修としてイスラム教の伝統を遵守する責任を負っていたが、その責任はもっぱら官僚に委ねられていた。1930年代以降、スルタンは石油や天然ガスからの豊富な収入をもとに、巡礼への補助金支給やモスク建設。 宗教問題賞の発展をはじめ、イスラム教の信仰や社会福祉制度の拡充を図っている。スルターン・オマール・アリ・サイフ・ディーン・モスク夜ライトアップされたスルターン・オマール・アリ・サイフ・ディーン、モスク首都バンダルス・スリブガワンには、以下に掲げる代表的なモスクが存在する。イスラム教関連の祝祭日は、下表の通り、ボルキア国王は2013年10月22日、 貫通罪に対する意思打ちや窃盗犯の手の切断などシャリアを根拠とするハッド刑を盛り込んだ新法を2014年4月より施行すると発表。一連の刑罰はムスリムにのみ適用されるが国王は新法を神の教えに導かれたものとしてブルネーはイスラムを国境に選んだのであって誰からの許可も求めないと述べている。なおこれに伴い 同性愛行為に死刑が適用される可能性が出ている。過去麻薬犯罪などで死刑判決が言い渡されたことがあるものの、アムネスティ・インターナショナルによると実際に執行された例は1957年が最後とされ、1984年の独立以後は行われていないという。第一次資源産業省は2009年により、ハラールの食材を扱う工業団地、 アグロテクノロジーパークを首都バンダルスリブガワン郊外に開設。ハラール食品の研究開発や加工、物流の各拠点を目指し、ATP で生産された食品をブルネーハラールブランドとしても認証するという、石油や天然ガスといった地下資源の将来的な枯渇に備え、需要が高いハラール食品の国際的な生産や、加工の一大拠点としての地位獲得を進め、これらを 経済の中心に据える方針である。また2013年に入ると、大阪大学大学院工学研究科が、ハラール食品研究センターと共同で、ハラール食品であるかどうかを検査する技術の研究を開始。遺伝子などを用いて、イスラム教で近期とされる豚肉や種類が混入していないかを調べるとしている。ありがとうございます。